どうも、エルザです。それでは、ニオ2やっていきたいと思います。では、次行きましょう。ここに、俺たちの城が建つ。めでたいよな。これも霊石のおかげってやつか。でも、子にだけはどうも恵まれんようだ。これが、あの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。だよな。あやかしのお前には分かんねえか。男児も女児も得られる人という詩は、作望への傾倒を深めたと。織田家が威勢を高めていく中、その主導権をめぐって明智ら諸将は貢ぎを好むんだと。いやー、だいぶ藤吉郎の様子が変わってきたね。子供に恵まれてなかったか。ついに俺たちも一国一城の主だが、ここに来て地方の大名が連合して織田に歯向かってきた。そこで信長様はその旗頭たる石山本願寺を叩き、一気に連合を解体するつもりだ。信長様の天下取りも近い。秀吉軍の霊石とあやかしの力、本領発揮といこう。やっていきましょうか。推奨レベル75か。じゃあこちらやっていきましょう。どんな感じになるんだろうね。なんか大変そうな気はするけど、三河衆なんて兵のカッパだろ秀の字ということで、石山本願寺に向かう感じですね。秀吉、はい。この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます。よし。おい、聞いたろ秀の味、行くぞ。おら来い。さる、いつもながら厳禁なやつよ。織田にでの働き一に聞いたぞ。しかし褒美も求めぬとは。お主は何を求める。
神仏、あやかし、霊石、そのすべてを御してこそあまねく天地に楽土を敷けよ。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。しかれどウヌの青き瞳にはその定めに逆らう力、万里の波動を超えるがごとく、この信長の野望とともに人知の果てを超えられよ。ほう、背負えるとはな。お主の背にあるものが褒美じゃ。さあ、分霊により褒美神、褒美神だね、ゲットしましたね。そっか、褒美求めてなかったんだね。んじゃあやっていきますか。その前に、小玉感知はつけてるんで、探しながら行こっかね。お、ムミオちゃん。鉄砲を使う最下手。手ごわいわね。後で会いましょう。気をつけて。鉄砲を使う。最下手ね。鉄砲きついね、確かにね。さあ、ここで藤吉郎流。敵の注意を俺たちに引きつけるぞ。最下手の鉄砲がなけりゃ本体も門を突破できるぞ。見てみろ。さて、あやかしもいるようだし、俺が行くよりな。こっちは任せた。頼むぞ、いでなじ。どうした？調子のいいこと言って、相手はなしか。あ、とりあえず拝んどいて。よし。そうだね。よしよし。こんな感じだね。さあ、今回はどんな奴らが出てくるか。反対側、ああ、ショートカットね。ぐるって回れるんだね。早速いたね。危なちょっと準備してたら、こうだね。ちょっと待った。ちょっと待ってね。しっかり仕切り直して。てか、銃2発連射はなかなかだね。ああ、構えてる。はい。で、もういない。さすがに2人だけってことはない気はするけど、やっぱいたね。うい、強えな。気力削りが強え。いないね。だいぶ見晴らしがいいね。
はい、開けて。あ、こんな本。まあまあ先行きますか。落ちたら終わりって感じではないけど、いや、終わりではないね。まずは上かな。意外と当たる。こっちも当たる。オッケー。さあ、オッケーだね。さあ、銃がいくつか手に入ってたけど、まあ、鎧はね。レベルは上がる、高いか。レア度がな、でも、ちょっといまいちやな。あら、意外といない。いると思ったんだけどな。こっち行って。まあ、やっぱ抜けれるね。おのれ、信長様にひれ伏さぬ、目障りなカラス。強いね。体験に、体験というか太刀に変えてからだいぶいい感じだね。あら、どれで変えれたっけ。これね、弓の向きね、変われた気がするんだけど、これも裏かな。裏だね。いる。あー、裏か。どうにかして上登りたいね。51、めっちゃ頑張ってるじゃん。次郎立ち、大立ちが来たが、さて、落ちたー。はい、さそうか、落ちるか。それはちょっと聞いてなかったな。まあ、すぐ戻れるようだけどね。で、ああ、ぐるって回ってくる感じか。で、まあ、裏はこんなもんだね。
うわぁ、ここ通りたくねぇ。絶対やばいでしょ。さあ、ぐるっと待って、もう一回上登ろっかな。入れはするけど、札を剥がす、塗り壁か。あー、全く気づかなかったな、そういえば塗り壁に。気づかなかったな。まあまあ儲けもんやね。お前たちは屋根の上に降りる。あ、いた。そこの家だね。あ、こういうギミックもあったわけね。あれ？いけない。あ、じゃあぐるって回ってそこか。わあ、まあまあまあ、見えたもんはしょうがないよね。ああ、中ボスだね。さあ、あれ？もしかして、これ。だよね。あー。おお。多分。上からの攻撃で、おお、危ない。あ、落ちたー。楽目。あー、楽目。すっげー簡単やったな。さあ、やっちゃいますか。最下の誇りは怪我させない。私が撃ち落とされた。くっ、絶対に。なるほどね。ずらせやがって。で、玉城ゲッチュして、問題はこいつだ。105はでかいからね。さあ、
イパーでスピード遅くするとだいぶやね。さあ何が出る ?105。まっさっかり69。まあ悪くはない。あーでも黄色なんだよな。10は弓か。あー69のこっちがあるか。あ、ちゃちゃ、長弓のこうだね。だいぶ整ってきたといえば整ってきた感じか。まあ装備微妙だけどね。もうソハヤいいね。軽さはあるけどって感じか。胴体はこのまま、腕もこのまま。あ、いいね。で足がソハ、あーソハヤいいけど重いのか。ジューズ、まあまあまあやね。防具はそれなりにって感じだけど、目の前いたか。さてどこから撃ってるかなんだよな問題は。あれどっから撃ってきてる。あーじゃあここか。はい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 。で上がってこれでいいのかな。でぐるっとなんだろうけど、あの小玉ちゃんどうやって回収するんだろうね。いけないもんね。あ、そういうことか。登って、いや、いけないね。ああ、やっぱちょっと違うんだろうね。で、82。82ちょっと欲しいな。強いね、気力削り。いや強い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 。俺も取れないしね。まあしゃあないか。でこっちは72か。じゃあいいや。さあ開けて中間ですね。さあ一回整えますか。ちょっと弓と矢が欲しいね。めちゃくちゃ右側で音がするけどね。76。ああ、いいの出たね。
60ね。76、これ欲しいね、いいね。あ、こんな感じかな。で、ガラクタはいいとして、で、レベル上げますか。50いったんだよね。まあ、ブーを上げるのも、まあ、シーンが上がるからね。とりあえず上げて、めちゃくちゃ荒れてますな。強靭は下がるけど、さあね、これで総合的に上がるもんね。お、どうした？秀千代殿、ご無事で何より。あら、めちゃくちゃ織田本体も侵入できました。体調悪いじゃん。寺にはあやかしだけでなく大水までも。この異変は溜め込まれた霊石に起因するものでしょう。あなたの力が頼りです。どうかお気をつけて。やばいね。水か、水も悪いか。ああ、はあ、あ、通れるね。やっぱね、ですよね。痛い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 。ああ、回避すべきだったな。なんか頭あるよなーとは思ってたけど、まんまいたね。あー、君のために大変だったよ。で、一回回復して、社でね。寺には、あ、違う、君じゃない。めちゃくちゃヤバそうなのが奥いるね。戦ってるね、頑張ってね。パンピー、近頃また悪い咳が出てきたようでの。やっぱハンデーか、さっきの。力ですっかり良くなったはずなのじゃが、本人いつの間にやら。まあ、悪くなったというよりかは、もともと、持ってたものじゃないかなと思うけどね。体調はね。いやー、怪しい席だなあれはね。いけ、いたよね、足元なんかいたもんね。いやー、また勝手に変わってたな。誤作動多いね。
さあ、灯籠から怪しき光が。なんじゃこの汚れた気は。よし、さあ、あとはアイテム。しくったタイミングが。ウォブノブブブ。ごめん。適当に。ああ、目が見えてないと。うまく飛べないわけか。あ、やっぱ刀楽。あ、しかもこいつじゃなかったか。なんか最近は物に映ってるってかっていうのが多いね。79か。さ、なんかいたね。のんきに歩いてるのがいたね。さあ、こんなもんかな。さあ、帰れ帰れ。あの野郎。さて、あと一発。これ強えな。今のは強いだ、意外と。
場所が悪かったら落ちてきてたわけか。80?77。80、ちょっとレア度低いな。あ、綺麗に避けたね。意外と止まんないんだね。お、チャッキー。で、この裏はいない。結構矢が手に入るのはありがたいね。あ、ぶなー。いやー、ここも長いねー。広いわ。切り落とす。これでショートカットができた。あ、横をそっで、これるわけか。ああ、ああいうルートね。やったなあ。さあ、矢が切れた。78。やっぱ落ちるよねー、そこはね。お、渡ってこれたね。ここにいる。あー、上いるね。お、なんとも古典的な。上がってくる。いや、さすがに来ないか。よさぬか、悪しき心で霊石を用いれば、厄災は我らに。なんだ、君は。弾かれるか。しかあれ結構厄介かもしれんな。ちょっと遅くしておいて、さて、ほいほいまあ区内だよね。恨みか。で、これ開くと、あー、この真下だね、いるのはね。っていうか、矢が足りんのがちょっと気になる。毒かい。毒はきついな。お前、毒
毒は痛いわ、毒は。まあでもいい感じの持ってるんじゃない？上がるけどレア度がって感じか。おう、ジローダチ70か。さあ、あとね、ちょっとね、ちょいっとね、もったいねえな。あ、いた、君、そう、君ね、さすがにね、いい避けっぷりやな。よしよし、いやー、でもね、押し込まれて多分やられるっていうパターンやろな。まだ小玉はつかんか。よし、じゃあ戻ってちょっと助け行きますか。こっちから、あやかし風情が足の邪魔をするか。取れない取れない、よしよし、いたね助けに行くより小玉の方をね優先して。いや、そこ開けときたいね。先に開けさせてもらうわ、万が一に備えて。で、あ、はいはいはい、ここに戻ってくるのか。ああ、一周したんだね。裏か。なんだこいつ。君たち来ちゃう？しかも一発強え。よっしゃ、危な。何もんだ。エロ出してるね。くっ、ダメージしかも高えな。
イートを取ってもらったからよかったけど、今のやつ強すぎじゃね？信長の野郎め、傷川口の恨み。さあ、猿めの片割れと侮っておったか。モーリアだ、ブツ。ついてきたくれないか。なんかくれない。お主には助けられたが、慣れ合う気はない。ないか。カラスを撃ち落とすのはこのわしよ。そうですか。慣れ合う気はなしと。あの奥っぽいよね。70。ああ、水没多発やな。ドンドン。これ逃げ方間違えたらかなりきついね。しくったな。今の狙い時やったな。よし、84。やっぱ落ちるよね。危な。銃弾撃中。まあまあまあ、あと1、2発は撃てるね。いやー、それちょっとリスク高えな。あ、やっぱいたね。さあ、こだまちゃん、なんか来たって感じやね。さあ、開いた。これでまっすぐ進んでこれると。強いんだよね。いていていて。よし。ふうで、ちょっとこの辺り解放しますか。おお。その頭はなんだ。すっごい頭してるね、それ。こっちはそれ以上はきついな。あー、ガードするか、ガードしないか。ちょっと飲んどくか、一応念のため。これでいいんじゃない。おお、決まった決まった。さて、強い。
上がるんだけど、まあそうだね、レア度はほっといて先に上げれるものは上げるか。そっちの方が生存率は伸びそうだしね。70か、これちょっと取っとこう。6解除の、おお、さらに上出たね。ああ、どっちも76、交換したいね。須玉ちゃんいないかな、須玉ちゃん。89、87、あれ意外とやられてる人多いね。こんなもんか。で、上段に変えといて、そうきたか、危な、危うくやられるところだったよ。いやそれじゃないんだよな、狙ってほしいのは。でそっちはちょっとこれで炙り出してみるか。もう一発いっとこうかな。何回も相手するのは大変だからね。で取っておいて76、あ、こだまちゃんいたね。87、槍か、槍はどうでもいいけど防具が欲しいな。でもやっぱ100ぐらいが来てほしいね、気持ち的には。これ強えな。ガードした時が強え。これはガードした時が強えよ、ほんと。で、何ももらえなかったよね、あんまりいいの。おお、大筒。あ、いいね。
さあね、これで多分バランスが取れるようになる気が。こんなもんだっけ、防具はね。そうだね。あ、いた。そしたら、あ、ちゃちゃちゃ、ダイヨね。ドロック外して足元に置く。はい、これどうぞ取ってくれ。なんかいいのこっかな。76でしょ。あー、戦魂か。これね、あんまりこうめぼしいのが来たことがないからさ、これ勢い余ったらダメなやつさあ戻りましょうかね。じゃああと進むだけって感じかな、もしかして。回復するよね。はい、どうガードしない。あ、しなかったね。じゃあ最後、ここで終わりか。あ、いたよね。やっぱいるよね、いるよね。微妙にね。はい、銃も使えない。はきついな。これ先行ったら絶対ボスだよね。一旦社帰ってレベル上げるだけ上げて戻ってきますか。多分ボス戦だと思うんだよね、この流れだと。ほい、
レベル2ぐらい上がるんじゃないかな。あ、1だけか。そっか、もう10万か。まあ、そこ隠れてるよね。まあいるよね。おい。さあどんな感じかな。ボスはね、なんかもう一つありそうな気がするんだけど、中で声がするからね。さあ開けよう。あ、ヤシロあんじゃん。あやかしの毒がここにも。ため池の水は捨てねばならぬか。なんか嫌だな、この感じは嫌だな。なんかありそうだね。はい、じゃあ今回はキリがいいのでここまでにしたいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。まあ多分次はボスになるかなと思いますが、まあ楽しみにしていただければと思いますね。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。